哦，所以啊，考虑一下。大哥，还敢叫我去殿堂？还敢叫我去女将空间？王佑介加入加油小队吗？哎呀，我们目前。巧克力喷泉，目前我都是用它来加加，不过它那个加加可以换人用。喷个屁！那怎么看它的特性啊？啊，去切换。特性说明哦，我帮到攻击的机会，避免倒地，辅助魔法 SP 减半，这么棒的吗？哦，更大的机会回避攻击。低几率攻击力上升88，哎、欸，有一点多，舒服，给他包到好一点多。登陆率会使攻击力与防御率上升，看我的登陆率超低。在右界这个全体加加好像有点猛，所有敌人攻防命中回全降。大神技能是我去配的。集体吹捧戴德，我觉得明智这个帮我吹喇叭也很棒。万能强化不会重叠，会吧？强化系都会重叠吧，除了那个反弹以外，而且有特别写的才会，它不能叠的会特别标准。我印象中是这样啦，我记得是会叠。欸、他的是什么？我也忘了。哦，所以我下一次两倍。你是那个吹喇叭，好糟啊！他的是什么？欸，他的是这一招吗？奇迹突袭。带名字会被王打到弱点啊！哭！不信有没有带解强化、消除强化？照自己吹就好。那下一个要带谁？带莫娜吗？还是带龙斯？龙斯是全体蓄力的。全体蓄力。啊 ，Joker 一定是那个、啊、一直炸啊。我想说，我就是用名字吹喇叭，
明知每回合负责吹喇叭。啊，使敌人降防、降攻、降回避也可以。好了。对啊，我知道，我没有带。信可以继续吹捧，然后他可以全加加，然后他可以全降价。好了，这样组合应该还行。我房间也不能干嘛了。学妹，来我房间。娜娜。哎、欸，哦，顺便打听一下。飞镖好像剩名字没有满而已，我也懒得弄。觉得最不好用的是名字，但我觉得他有女巫的诅咒不错。去学生群打听哦，学生群在哪？为什么东京富二代帽销量那么高？干，妈的，日本人就喜欢八加九啊！我真的是也不懂东京复仇者在好看几点，不是很 get 得到了。要不要到哪？好像很久没来找他了。东京复仇者，我好像看到有一段，我好像看他轮那个 loop 几次之后，我就开始了解这部作品的尿性。了解这个作品的尿性之后，我就实在是有点不想看了。而且我相信，我没有看到后面了，我在看他 loop 第二次还是第三次。应该动画第一季结束，差不多应该到那个谁啊？那个高个儿，叫什么 Dragon 啊？到 Dragon 那一段剧情，我看完那一段，然后这个世界依然没什么改变，然后我就懂了。嗯，这部作品看起来应该是，我个人猜想啊。就是到了那个，他们一直说是那个眼镜仔带坏那个，他是叫 Mickey 还麦基，反正就带坏那个男的。然后，但我觉得到最后，应该就算打倒那个眼镜仔，应该也不会改变这个世界。我猜最后要解决的还是他自己本身。然后，但是你要自己到这一段之前，你要还 loop 好几次，然后就觉得这个套路我实在是有点不想看。ダメですか？我知道我没打听到，但我懒得弄。どうしますか？我想先叫他来我房间。错了。行きましょう。先来我房间。停损点很刚好。我也是漫画停损小天才。可爱，真香。
枪。又一个上阁楼。哎，不看主角哭就饱了。看，我真的觉得这个主角怎么还没有哭成人干？为什么那个主角还没有脱水？双眼都听得很清楚。觉得最可怕的就是双眼听得到。修卡的房间，应该是都没。等一下，我把那个戒指调一下。拿的原本的，哎，不对，我应该让右键拿吧。右键拿的是那个全体加加，对，不推东京复仇者吗？我超级不推的。我看到觉得不太行啊，我个人是真的觉得不太行。而且我目前看到网络评价也都不是很好。对，网络评价不是一切啊，但我个人看下去评价也觉得不太行。对，我在新番推荐的时候没有讲，也不是我没有看，是我真的觉得不行，是我真的觉得不太行。怪兽八号不错，节奏蛮棒，但打的分镜也很好看。不过最近剧情推进有点慢，也可能我也不知道，它不是周刊吗？感觉推进的剧情有点。なるほど。どうする？な。你要叫谁来？哦。哼。大叔大姐异闻录，没错，这是一个年上异闻录。嫌いじゃないわ。このカクテル。聞いて。味觉却不一样，岩泉补完，岩泉不错啊。我觉得岩泉他那个真的是那个时候我第一次看藤本的作品，感受到的他的分镜功力啊，真的很强。看他画那个火车上那一站，我靠！我看完整个这个肾上腺素起飞的感觉，超级兴奋，然后直接就疯狂的看。那一天原本只是半夜想说看一个什么，随便看一下睡觉，然后就一看老死那一天，
整个直接看到底。但我觉得他的结局是蛮悬一点的，就是要我很清晰的讲出他的结局在讲什么，我也有点没办法跟你讲很清晰。但是整体上我觉得还是一个蛮不错的作品。我觉得光是这个主角是一个不死的肉体，然后被不会消灭的火焰烧到变成火焰人，这个设定就有个屌了，强到不行。嗯，可惜没动画化，我觉得他没有到那么适合动画化。我觉得炼巨人倒反倒是比较刚好，炼巨人踩在比较刚好的点上，我觉得。所以我觉得炼巨人真的比较适合动画化。我现在可以干嘛？我现在没事做。我是谁？我在哪？去顶楼。每个都约约看。ねえ、ありがとう。出去玩。ねえ。出去玩有什么？嗯、应该跟他还有点可以去。哦，跟他很多地方可以去耶。带他去秋叶原。じゃあ行きましょう。啊，随手就可以买超级贵的那个电饭锅回家。告诉你保存期限的冰箱，看好想要，还可以随手就买一个超级贵的咖啡机。对真纪真使用岩泉，哇！既然是讲真纪真，看来你是看这个单行本的哦。看单行本才会讲真纪真。よし。香哦，哪一个朋友？死则日向是那个吗？那个 Love Live 的 Nico， 他的中翻正式译名。悪くないな。我记得 Kotori 是翻那个情侣吧？原本大家都念小鸟。嗯，哎、欸，定制那个汉化组是翻什么？其实我不太知道，是电视吗？因为其实我在，因为电视我自己比较，因为我在打 PCG 有另一张牌叫电视，所以其实有时候看到他讲电视，我不是很确定是在讲 PCG 的电视还是。我印象中好像是电视这个翻译。感謝する。またな。微笑小星星，你错了。嗨。对吧？电刺。おはよう。哼。
没有义务回答你，哎呀，好呛，好呛。哎、欸，哦，打广告，我还在想，这种时候，谁约我？学妹还有什么可以约的吗？娜娜，ダメですか？どうしますか？そうですね。学妹是不是没得约了？干，干，没地方去了。我家跟划船，干就没了，好吧。そうですか。是啊，学姐，学姐还有很多地方可以去。学妹只想跟我去公园，干。学妹，你为什么只想去公园？ありがとう。你看小春还有这么多地方想去，我只好陪她去了。得吃大阪烧啊，一文字烧。じゃあ行きましょう。想吃，想吃。印象空间跟飞鸿看哪样不差啦？可以啦，随便做就好。そうだね。好想去日本玩哦。大奸臣。またね。死命没有啊，你看。LL Superstar 好看，不错。这一集是真的，那这一季我真的觉得做的蛮优质的。感觉到这个系列应该是有赚钱，经费越来越高。文字烧、哦，我记得它好像比较扁一点，就它不是很红的那种。它感觉比较，哎、欸，还是那是另一个，我有点忘记了。它有一个，它有几个烧不一样，有一个是比较厚的，大阪烧应该是比较厚的。然后有一种是扁扁的，然后你就用一个比较小一点的铲子弄就好了。哇，我突然多好多东西可以玩。哦，原来这个也可以放。天哪，哎，哦，天鹅船已经有了。金铲。Yes， 终于像个家了。嗯，的确超级回忆了不少老东西。我觉得 P4 主要真的是那种，我觉得人物连接感比较强。我觉得真的是乡下，乡下人物连接感比较强，这其实。但我觉得，就是人跟人之间的关系有一种更紧密的感觉，然后大家有一种就是你在乡下嘛，真的也没什么事，所以就只好大家每天聚在一起，感觉是真的不错。哦，嗯，
但 P 5也真的是做出了这种都市潮流感。ありがとうよ。看他的休闲活动，来爵士酒吧喝酒，然后射飞镖、打撞球，真的是，东京的时髦年轻人。跟那些乡下只能去钓鱼，然后去神社跟狐狸玩，骑摩托车去海边的小朋友来说，哎，真的是差。盛り上がったね。八十二年级富士吉田市，当然是不会。我怎么可能跑去乡下玩？我去一定是去大都市。P 五的那些坏孩子，P 五的设定很好啦，都算是在群体里面被贴标签的一些人物，但他们也不是实质上的坏。耶，而 P 五在设定上是蛮新奇的。鬼太郎，我这边是小都市吧，好无聊。三代毕竟是很旧啦，没办法设置这么多东西进去，所以我觉得三代还算可以接受。哎呦，想要慢慢聊。间吗？真香！房间真漂亮。あの、印象空间不打应该没事吧？我是真的有点懒得打。你是不是也想进化你的 P 呀？刚来，马上就三段进化。これは。よし。艾拉又是灰姑娘的另一个名字之类的吧？玉石不是说下一个周末才弄吗？两次特大哎、欸，这个有点大哎、欸，两次特大。哦，这是本名哦。哦，帰ったか。戸締まり頼んだぞ。夜分にごめん、マルキです。
にいるんだ。少し時間もらえないかな。老师不来找你，我们不就完蛋了？話しておきたいことがあるんだ。他就会觉得存档取消了。受け取らなくちゃいけないものもあるだろうからね。ありがとう。じゃあまた後で。電話聞こえてたぜ。予告状のこともやっぱり分かってたみたいだな。何が起きるのか我が輩にも全然読めねえな。あ、用心だけはしておけよ。哦，艾拉好像是格林原作的名字啊。なるほど。書くか。おい。哎，啊。おい。悪かったね、急に。吉沢さんは元気かい？受け入れがたい現実の中で彼女が苦しんでいないか少し心配なんだ。そうか。いや、いいんだ。最後の反抗機会ね。最後の確認がしたいんだ。僕たちは本当に戦うしかないのか。那你这边可以反骨。僕の作った現実は君たちから見れば歪んだものなのかもしれない。けどみんなが幸せになれる現実だ。ここなら、ここならもう誰も理不尽な苦しみに何かを奪われる必要はなくなるんだ。見たんだね、ルミのこと。苦しんだのは僕じゃない、その恋人ルミだよ。でもね、彼女は今も幸せに暮らしてる。君たちが認められないこの歪んだ現実でね。けど恋人はお前のこと忘れたままなんだろ。それでいいのかよ。彼女は、他看过摩娜吗？も幸せに生きてる。现实中，僕はルミだけじゃなく、君たちみんなに笑っててほしいんだ。正常第一句話应该是猫会说话。実現させるために、僕は進まなくちゃいけない。今さら彼女は巻き込めないよ。マルキ。僕の意見は変わらない。様々な偶然が僕にこの力を授けた。けどそれは。もはや必然なんだ。これは僕にしかできないことだ。僕は僕の作った現実でみんなを幸せにするよ。老师明明是好人，想要让大家都过得幸福。君は迷ってないって言えるのかな。正確には君ともう一人かな。いるんだろ。あいよ。明智くん。你居然在外面偷听。お前気づいてたんですね。なんとなくね。今から話すことは彼だけじゃない。明智君、君にも関係があることなんだ。こいつらに関係あることって何なんだよ。君たちの関係は你们的关系とても不思議だ。非常奇特。敵対してても憎しみ合う関係とはまた違う。这一个就是激情吗？シドのパレスでのことを知ったときは残念だったよ。貴様、最後の相手が人形だった俺自身か。俺は。ねえ、君は後悔していたんじゃないかな。理解を深め合った存在である彼を、明智君を助けることができなかったこと。だから僕は君が彼とやり直せる現実を作ったんだ。
この後に及んでそれを言う。まったく君ってやつは本当に。だとしたら元の現実の明智は。わかるだろ。彼を人質に取るみたいだから。本当なら伝えたくはなかったよ。ああ、你是虚拟的。なんと思われようと、君たちにこの現実を認めてほしい。だから何です？今さらそんなこと話して、命が惜しければ降伏しろとでも。你是虚拟名字。他是 VTuber。 原来你不是真正的阿 K 机。原来是虚拟的朋友啊，名字未来。我靠。哦，確証なんてないよ。けど君たちと戦った後、君ともう一度会うまで僕の中にはっきりした記憶はなかった。意識若葉や奥村のこともある。そこに違和感を覚えないほど僕はバカじゃないさ。そうか。对耶。明智君にこの事実を伝えても、那段結束之后意見は変えてもらえないだろうとは思ってた。けど君はどうなんだい。命が惜しければ降伏しろ。さっき明智君はそう言ったね。この際そう取ってもらって構わない。改めて聞くよ。你就讲啊，你就直接威胁我。僕の作る現実を認めてくれないか。君は僕の研究に光を与え、僕の夢の実現に欠かせない力をくれた相手だ。君に感謝こそする。欠片ほどの憎しみもないよ。だから理解してほしいんだ。此时此刻想起了。すぐに答えを聞くのはフェアじゃないかな。今日のところは帰るとするよ。名字也是真实的。ああ、そうだったね。確かに受け取ったよ。さっきの話だけど、こうしよう。僕は約束通り、明日パレスで待つ。君の考えが変わらないなら、明日また会おう。もし来ないでくれたら、この現実を認めてくれたと思うことにするよ。じゃあね。打倒他就会失去一个朋友。どうすんだ。彼と話がしたい。明智、分かった。どうするかはお前に任せる。答えが出たら教えてくれ。僕は自分の道は自分で決める。誰かに作られた現実で一生飼い殺されるなんてごめんだよ。だから何？それも僕の選んだ道だ。君は変わらずマルヒと戦う道を選べばいい。それとも君はこの程度で意志を曲げるようなやつなのか？此处本本大爆发。才不是这点小事。この程度なんだよ。ここで情けをかけられて僕が喜ぶと思ってるのか？そんな哀れみはいらない。そんなためらいはいらないんだよ。快点跟他激吻。僕への裏切りだ。ここではっきり聞いておく。君はどうするつもりだ？待つ気はないよ。今答えてくれ。哇，这是逼迫的女友吗？现在跟他激吻，快！本気で言ってるのか？十一骚跳。それが君の答え。就是第十一骚阿 K 机。まだ僕からはもう何も言わない。取引も決裂だ。他们两个就沉溺在虚假的关系中。结婚，上阁楼，我相信这边本本无限大爆发。
这跟结局就一模一样吗？这不是这一点小事，别说的这么简单。簡単なことだろうが、ここで情けをかけられて、そんな哀れみはいら。君が迷うことは。你的迷惘就是对我的背叛啊！好急，我天，快疯了。待つ気はないよ。OK だ。安心したよ。僕はこの現実を認めない。誰かに踊らされるのはもうたくさんだ。帰ろう。僕らの現実に。哦，名字。超进化，对哈，他原本的力量。いいね、愛な気分だ。思う存分暴れてやる。よし、赫里沃德。自己満足の現実になんか生きる価値はない。絶対に勝つよ。你这个假人进化个屁！他是对一个还是对全？对全。已经无法回头了，情侣关系已经无法回头。全員揃ったわね。最後の戦いだね。マルキは昨日ルブランに来た。その時に予告状は渡してある。マルキももう話し合いで決める気はないだろう。後には引けないよ。引く気もねえよ。戦って勝って、oh, 元の現実に帰るだろ。はい、必ず。準備はいいようだ。取り返そうぜ、我が輩たちの現実を。这一个 BGM。干 ，T 系列永远不会让我失望。干大事！哎，最后是这个吗？干，至少有点屌哎、欸！台湾缺水问题解决，最近下的雨也确实够多了，真的是不用搞了。已经确实是已经解决了。いいか？
太吵啦！好长的楼梯呀、啊！よく来たね。蘭山。それが君たちの答えなんだね。そうだね。もう迷いはなしだ。始めよう。君たちが勝てば、僕は改心される。けど、僕が勝ったら。僕の現実が現実だ。僕はその認知で世界を塗りつぶす。もう容赦はしないさ。な、何？君たちがそうであるように、僕も元の現実を認める気はない。たとえ僕自身がどうなろうと、僕のやり方で不甲斐ない現実を変える。それが僕の反逆だ。要开到点锁哪里？あの姿。そしてこの力。あ、すごい。君たちはこう呼んでいたね。ペルソナ。黄金圣斗士，刚才的造型好奇怪啊！ありえねえ。やっぱりマルキはペルソナを。言っておくけど、君たちのそれと同じだと思わない方がいい。行こうか、アザトス。アザトス。これが最後の戦いだ。僕のペルソナの力で。